は、今小諸というところに来てます。お店からね、だいたい約50キロぐらいのところですね。で今日は、軽井沢の方に行きます。今日もね、あの軽井沢でちょっと修理のね、あの問い合わせがあってね、まあ、テーブルですね、ちょっとグラグラしているということなので、これからね見に行きたいと思います。で軽井沢行くときはですね、まあ、今その小諸のインターを降りまして、そこからね一般道走っていきます。はい、今ね国道18号をねちょっと走ってます。まあ交通量もねそんなに多くないので、むしろねちょっとね少ないぐらいかななんていう気がしますね。まあね、ガソリンもね今すごい高いですし、まあ、廃屋なんかとさっき見た190円でしたね。まあこういうご時世ですからね、テレワークっていうこともあるでしょうし、まあ、車の量がねなんとなく少ないような気がします。これでね今小諸から御代田町というところに入りまして、でそこから軽井沢というところに行きます。はい、これ左に見えるのがね浅間山ですね。ちょうどね上の方はね雪が、はい、積もってますね。はい、私の店ね、家具の販売だけじゃなくてこの家具の修理というのもやってまして、この家具の修理はですね本当に遠方からいろんなところから問い合わせが来て、修理の場合写真とかでね分かる場合もあるんですけども、やっぱりね見に行かないと分からないこともありまして、で今回みたいにこう現物確認するときはですね、まあ、出張にこう絡めてね行くようにしてます。こう正直ねこう軽井沢行って帰ってくるだけでね、場合によったらもう半日終わってしまうので、こう出張の時にねお客さんの都合にとね我々の都合会う時お邪魔して、で見させてもらうようにしてます。まあ、軽井沢はねだいたいお店が60から70キロぐらいですし、で遠いところだとまたね松本もね同じぐらいの距離ですし、またそれ以上にね遠いところにね行く場合もあるので、基本的にはねお問い合わせがあればどこにでもね見に行くようにしてます。はい、まあ、今日の修理の場合、まあテーブルがねぶらついてることだったので、まあその場でね、まあ椅子もそうなんですけど、その場でね直せればいいんですけども、場合によったらね預かんなければいけないので、そこがねこの修理のねちょっとね大変なところなんですけどね、まあ現場でね直ればいいなと思ってます。もうすぐねお客さんのお家ですね。はい、はい、修理ね終わりました。はい、現場でねできたので良かったです。今写真でも上げましたけども、テーブルのね足ね四隅ねこんな感じでこう組んであるんですけども、そのネジがね緩んでまして、それがねグラグラの原因で、このネジをこう締めて、でまたこう反対側のねところにこうカチャッとこうはめ込むような構造だったので、最初ねこれこの微調整がねなかなか難しいのかなと思ったんですけども、ちょっとねネジをきつめにもあらかじめきつめにして、でハンマーで叩くと、でそれでこう押し込んで片付けを、直すっていう方法でしたね。事前にねちょっとメーカーさんの方からこんな構造ですよっていうことは言われてたんですけども、ちょっとね、実際使ってるものと私の方に届いた資料ちょっとね違ったんですけども、ただ基本的な構造はね同じだったので、ああよかったなと。これねまた預かってメーカーさん持ってくって言ったら、お客さんもねテーブルなくなっちゃうとね困るっていうこともありますし、いろいろね費用もかかってしまうんですけども、現場でねこうやって修理できるっていうのがね一番よかったなと今回思いました。で今日はですねこの流れでですねまあ、関東の方にまたね今もね修理品いろいろ積んでるので、それを持ってね行こうかなと思います。で今ねお客さんとちょっと話したんですけど、まあ、軽井沢もね今年やっぱちょっと雪が多くてねなかなか溶けなくてね大変だなんていうね話してたんですけれども、今日なんかはねもう天気すごく良くて、はい、で気温もね今5度なので、これでね今日だいぶ溶けるんじゃないかなと思います。またね週末はね冷え込むような天気予報になってましたけども、まあ、こういう時にね
駐車場ですね、ご自宅のね駐車場なんかね雪結構あったので溶けてくれればいいななんてね話しましたけどね、はい、こんな感じでね軽井沢のね街並みを、走りながらこれでね、軽井沢のインターのにね今ここで出てきますけど、9キロですね。まあ、今日は本当ちょっと短い動画ですけどもこんな感じで、まあ普段、出張行く前にこういった遠方のお客様のお家に寄って配達をしたり、まあ、今回のようにこう修理ですねしてから向かうっていう様子をお届けしました。はい、今日の動画は以上です。ありがとうございました。